皆さんこんにちは、浪費家の妻です。本日は10月の給料日のルーティーンについて動画を撮っていこうかと思います。最後までよろしければご視聴くださいませ。まず最初に我が家の給料日ですね、旦那様の給料日が15日となっております。そして私の給料日が27日となっております。大体の生活費はですね、旦那様の給料日からお給料から賄われております。なのでとりあえず本日の給料日ルーティーンにつきましては旦那様の給料のみで計算をさせていただきたいと思います。とりあえず今回のお給料から毎月していることがですね、5万円分両替をさせていただいております。1000円40枚と5000円2枚両替をさせていただいております。やっぱり生活費の大部分がですね、旦那様のお給料から賄われておりますので、やっぱ感謝の気持ちは忘れないように、ただいまお金を数えさせていただいております。このお金を数えてる時間帯ですね、まさか旦那様が休みの日でですね、一緒に家計の、ね、状況把握をしようって言ったんですけども、寝ておりました。なんてこったいパンナコッタっていうところでね、全然起きなかったんで一人でさせていただいております。合計金額が31万1000円でした。旦那様ありがとうございます。ちなみにこちらの31万1000円の分のプラス1万円あったんですね。1万円は、旦那様の実家に渡す1万円、バイク代を払ってもらっているので、その残金が、なんぼだったかな、あるので、それ分で1万円取らせていただいております。なので金額としては32万1000円なんですけども、とりあえず1万円取らせていただきまして、残りの31万1000円で家計の方に振り分けていこうかと思います。まず最初に家賃ですね、7万5000円となっております。こちらが駐車場代込みでの7万5000円となっております。我が家は車が1台ありまして、それ分の駐車場代が6000円ですね。家賃としては6万9000円なんですけども、駐車場代込みで7万5000円となっております。これが相場として高いのか安いのかはちょっとわからないところではあるんですけども、高いなとは思います。はい、といったところで家賃はこんな感じです。次にですね、保険、車関係ですね。まず保険なんですけども、県民共済で7000円、そして車の保険代で1万3000円、カーリース、我が家の車はカーリースなのでカーリース代で2万1000円ですね。合計金額4万1000円、4万1000円を保険、車関係代として取らせていただいております。残りが保育料2万1000円ですね。9月に値上がりしまして2万1000円となりました。もう稼げば稼ぐだけ保育料は上がっていく仕組みとなっておりますので、ちょっと悲しいんですけども、保育料は2万1000円値上がりしてしまいました。こんな感じで車の保険、そして保育料はこんぐらいの金額となっております。そして次にですね、光熱費となっております。光熱費の振り分けなんですけども、今月は電気代が1万6000円ですね。こちらが8月の使用分ですかね、8月の使用分となっておりますので、1万円超えは当たり前といったところでね、1万6000円となっております。そして次がですね、ガス代ですね。我が家は、みんなで一緒にお風呂に入るので、そこでガス代を節約しておりまして、本日は5000円となっております。我が家は都市ガスではなく LP ガスなので、割高ではあるのかなっていうふうに思います。
まあこの光熱費、電気代もですね、できればもうちょっと安くなってほしいなとは思うんですけども、やっぱ赤ちゃん、子供がいるので、汗もになった方がすごく大変なので、できるだけクーラーはつけた状態で気温の操作とかをしておりました。次に携帯代ですね。携帯代、妻がとりあえず1万4000円ですね。これ高いって言われるんですけども、そうなんですよね、自分でも分かってるんです。1万4000円高いです。高いんですけども、その Y モバイルとか楽天モバイルとかいろいろ見てるんですけども、ちょっとよく分からなくって、もうちょっと旦那と相談しながら決めていこうかと思います。旦那さんの今回の携帯代1万2000円でした。合計で2万6000円ですね。高い、高いです。もうちょっとなんか SIM、 格安 SIM のね、携帯の方に変えていけば一人分の金額で足りるんではないかなっていうふうに思います。はい、次に食費ですね。食費と日用品が一緒になっておりまして、食費の現金3万円とペイペイが今月はですね、謎に分割にしまして1万2000円でございます。3万円を分割して1万2000円となっております。いやーねー、謎に怖がりましたね。ボーンってクレジットカードが来るのが怖くって、ちょっと分割にしちゃいました。これがすごくいけないところですね。いけないのも分かっておりながらやっております。はい、次にですね、書いてあるんですけども、借金ですね。こちら愛のフルさんから借りております。借金2万6000円ですね。2人分で1人1万3000円分ぐらい返しております。ただこの1万3000円返すんですけども、まあまあ消費者金融さんなので利息が高いので半分ぐらいしか返せてないです。利息6000円、元金6000円みたいな感じで、やっぱスズメの涙ほどの金額となっております。早く貯金してガッと一発で返したい気持ちが山々です。はい、こんなちまちま返していくのがね、バカらしいですよね。はぁ、悲しくなってくる次にこちらお小遣いですね。お小遣いがですね、今回は1人1万2000円ずつですね。こちらバカなんですけども、私がですね、付け払いがありましてZOZO タウンで付け払いが1万2000円ありまして、それを払うために1万2000円もらうのと、旦那様が基本1万円なんですけども、今回は先月2000円自分のお小遣いから出してガソリンを継いだということなので、そのガソリン代として1万2000円お渡ししております。かわいいかわいい豆吉豆子の封筒に入れてあげたいと思います。大事に封筒を使っていただけたらと思います。はい、といった感じで家計の仕分けはこんな感じとなっております。もうすぐにこんな30何万円とか稼いできてくれるんですけども、すぐに消えてしまうので、なんかもう悲しくなってきます。しかも今回3万円のペイペイの補充が分割にしておりますので、1万1000円なんですね。はぁ、なのにこんなにすぐお金がなくなる。まあとりあえず今回の旦那様のお給料締めまして、残金が今数えております。ああ、残金って言ってもなんかもう悲しくなってくるんですけども、こんな感じで残金2万4000円です。はあ、封筒貯金がしたくて、この豆吉豆子の可愛い封筒に2万円入れたんですけども、これ動画撮ってる時は初めての封筒貯金だーって頑張るぞーって思ってたんですけども、悲しいことに全てクレジットの支払いに回りました。はーい、私の給料だけじゃ賄えないっていうところで、
その賄えない、なんで賄えないかって言ったら、そのフルタイムで働いてるんですけども、そのお仕事が、あのフルタイムのお仕事なんですけども、仕事が早く終わってしまうんですね。早く終わってしまうがゆえに早く帰らされてしまうといったところで給料が減ってしまう。それがほぼ毎日なんですね。はい、もう自分が有能すぎて困っちゃうっていうところなんですけども、もともと製菓の学校に通っておりまして、今製パンのパン屋さんで働いておりまして、まあその好きな作業が仕事になっておりますので、もう早いんですね。とにかく仕事が終わるのが楽しくて楽しくってやっちゃうので、どうしたもんかっていうところでパートを変えようかなって今完全に悩んでおります。今回の給料日ルーティン、こんな感じで終わらせていただきます。我が家の生活費の大部分が旦那様のお給料から賄われておりますので、私のお給料は完全にクレジットカードの返済宛てになっております。我が家の生活費は大部分が旦那様のお給料で賄われておりますので、クレジットカードの請求さえ減らせれば我が家は黒字になるのではっていう風にちょっと考えております。なので、あの家計を管理をするにあたってクレジットカードを使わない、まずその一択ですね。それをすることによって貯金もでき、そして借金も返済できるのではっていうふうに思っております。我が家では借金の返済が第一となっております。ただいまですね。はい、最終的な我が家の目標がですね、息子が小学校になる前に家を建てたいっていうところですね。目標が家を建てるというところですね。そして我が家の旦那様が建築の学校に通っておりまして、もともとやはり自分の中でのこんな風な家が建てたいっていうのがあるみたいで、それを叶えるためにはまず借金をすべて減らしてお金を作らないといけないといったところで、今回家計管理に踏み入ることとなりました。すごく苦手なんですけども、やっぱ赤字のままではいられない。家のこともまたしっかり、最終的にはやっぱ子供ですごくお金がかかるので、そういったところでお金の貯金をしていかなければなっていうふうに思うので、頑張って家計管理させていただきたいと思います。今回は旦那様のお給料で我が家の大体の固定費、変動費を仕分けさせていただきました。完全に何かの参考になるようなものではないんですけども、こういう家庭もあるんだなーっていう風に見聞を広めていただけれたらなっていう風に思っております。はい、といったところで、夢は大きく注文住宅、そんな我が家の家計の成長具合を一緒に見届けていただけたらなっていう風に思います。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、コメントをしていただいて応援していただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。